マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。広島東洋カープ対阪神タイガースの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけているわけですが、西さん、このファンの歓声というのはやはり試合中も聞こえるもんですか？うん、まあ、聞こえてるんですけれども、まあ、特に気に留めていないということになりますかね。そうなんですね。それほど集中力高まっているということなんですね。さあカープ先制のピンチを迎えています。まあやはり後手に回りたくないですからね。ここは冷静に対処したいですね。なるほど、そうですね。まあピッチャーの彼がこういった状況でよく打たれることがありますからね。ここは自信を持って投げ込んでほしいですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。はい、さあまず1球目、初球はストレート決まっています。これもアウトコース、これも見送りました。難しい球打ちました。セカンド取った、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。カープがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、やはりサヨナラ勝ちというのは勝利の味も一味違うものですか？そうなんですね。サヨナラ勝ちが多いチームというのはやはりそのシーズン、優勝する確率も高いんですよね。そうなんですか。やはり乗っていけるんでしょうね。勝ったカープ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のタイガースですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。